何今、ね、え、じゃあ今持ってきてさ、あ、待って、ペレ、あ、これローマ、いや、これローマ、いや、ローマ、いや、ローマだ、ね、ローマだ、うわー、2000は2300、え、ちょっと待って、中林が針の穴を通した、いや、きついけど、アキさんが上がれないことある、これ、すごい、すごく良かった椅子チーソーですが、ここも中林が仕留めた、チュンドラ1、2000は2300、いや、ちかさん、きついっすね、もうやっぱ相手褒めるしかないんだよな、中林が素晴らしかった、リードを広げた中林です。なんの2曲、秋の親番ドラバットンです。いや、先切りに先切り、そして読みを利用しての切り、いろんなプレーが見られています。いやー、これしかも中林さんめちゃくちゃチャンスですよ。おお、さらにリードを広げることになるか、内川親番なくなりましたが、あと3曲どこまでいけるか、まあ、本当にドリブンズと自分の着上げはもちろんですけど、ドリブンズトップの方がいいですね、本当に。そうですね、全体の順位のことを考えると、パイレーツトップはかなり離されてしまいます。だからちょっと安く落とす気はないでしょうね、この親は。なるほど。うわー。さあ、どんどん今、チュンチュンなくなって、これって、弁単品3色ある。これって、チュンポン？あ、そう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 、普通はチュンポンしたくない手じゃない。はい。でも、曲進めたいって考えると、チュンポンして、リャンメンリャンメンの飲酒店に受けるっていう手もあると思うんですよね。あるね、嘘チーソーとか聞いてね。そう。高め3色で、まあ一応3球もあるし、うん、赤とか引ければ、いいし、あ、これはチュンチュンになっちゃうのか、ね、嘘か、固定して、でもこれってもしかしたらチュンポンする含み残してますね、うんうん、あとはまあサブル急走だしね、サポンの声は親番の秋です、ね、バカゼの難、チュンポンしたらローマンウーマンいきそうだな、人数の方が安くてね、そう、三面茶はと、うわ、はい、やば、はい、チュン切っても十分すぎる、決定ななっちゃうね、これはなっちゃう、赤は確定、単葉もかなりなりそうで3色までついてくるかもしれない、うん、大変な手です。でこれ何引いても嬉しいくらいですか、嬉しい、何引いても嬉しい、もうなんかもうマンズ引いてもだってチーマンとかでもさ3色崩れるけどさ、間違いめちゃくちゃいいから、うん、まあ、スッチーマンがいいよね、あっちさん本日っぽいかもしれない、うわリーチだ、うわー、スッチーマン待ちのリーチ、リーチ単葉ピンフ赤8000点から、怖いっすね、しかもこれね、嘘の後のチュンチュンだからね、サブロ9層とか乗ったら3層とかちょっと通りそうだしね、これ確かに、うん、スーチーマン山に5枚残ってます、秋が3枚持ってるだけ、いや、しかもチュンチュンションパイ、1枚減ったが4山、どうだ、これはちょっと太しも、あー、減った、さらに1枚減りましたちょっと出番ないね、なかなかない、秋さんがなんかマンズ怒涛のように引けばいけるけど、チーソー通ってない牌を引いた、そう、通でもこれチーソー通ってないんですけど、さっきあの松が言った理由でウーソー打った後にチュンチュンなんで、はい、チーソーが当たるとすると、ウーソー先に打って5-6からね、はい、ウーソーで切って固定してチュンチュンっていうケースになってるんで、うん、まあ、ちょっとだけ通しやすいですよね、やっぱチュンチュンが先になりそうだから、うん、ペンチャンは当然ね、ペンチャン残ってるぐらいだったらチュン残すんで、ペンチーソーっていうのもやっぱ考えにくいですと、はい、なんでやっぱ単純なソーズのまたぎ、ウーソのまたぎはちょっと打ちやすくなってますよね。なるほど。さあ、秋が3万をなく考えてます。泣きました。カンちゃんでチー。今はションパイだからね。今のポンザン残して、うん。じゃあもうチーソーは切ると。うん。これはだいぶ打ちやすい無筋の方ですね。はい。まあ、ただチーソーから切るか、ハクから切るかはありましたけどね。ハクの方が役割取り落としなんで、ハクの方が通しやすいは通しやすかったとは思いますけど。あと、6球層では全然ね、通ってないんで、6球層使いやすくするために、ハク、チーソー残すって手もありますね。いいこと言うね、君は。次に来るツモに備えるんですね。確かに。もう何本で役ありますからね、秋は。言うてもあちさんも、本一全突破ってわけな手でもないんで、これは。6球層引いたら、例えば、イーマン、イーマンとかね、うん。少しでも安全なルートも選べますね。ただ、打点が安くなっちゃうんで、うん、まあ、ここで決めに行きたいって言ってですよね、ダチーソーは。はい、さあ、中林のスーチーマンが山に2枚まで減っています。そして太がいいシャンテンに、ドラが浮いて詰まったけどチートいいシャンテンだよ、うん、急走がさっき前述の通り怖いんですよね。だから急走止めてるんですよね。さあね、実際サブロー急走入り目でした。あ、でもパーピン、あ、うわー、え、パーマン、まあ、これもうほとんどないでしょ。チーマン1枚しか残ってない。パーマンは、パーマンは内川が2枚持ってるだけ、なんとカンパーマンの方が多くなってます。内川さんもいますよ。これトーンは1枚か、まだいるよ。そうですね、太子が統一になっている。うわ、パモになったよ。うわ、さらにパワーアップしました。ウーマンも1枚増えた。いや、これは大変だ。アギが怒涛の追いつき。
流れというものがあるなら、あるなら、アキさんの上がりでしょう。いやすごい追いつき方してる。さっき椅子打ち椅子上がれてなかったよ。あった。白鳥さん、さあドラタンキ山に1枚、1枚いるよ。逆司会制となるか。中林さんも聞いてないですよね、こんなことになるの。聞いてない、こんなもつれると思ってない。めちゃくちゃいいリーチだったもん。いけ。3人ぶつかった。いや、ふとしも来るかも。これえ、ふとしだってチートイツドラドラ感のいいシャッテンですよね。来たー。よかったじゃん。行くか。何これ、行くか。スッチーピン通ったね。しかもじゃあ E1 短期行っちゃう。いや、これ E1 の方打ちやすいのか、ワンチャンスか。いや、 E1 しょんぱいすぎて怪しすぎ。だってリアモントさんもこんだけ見えてて、 E1 しょんぱいなんですよ。実際秋が2枚持ってる。そう、固まってること多いんですよね、こういうの。やっぱりどうすんの、これ絶対上がりたい、絶対上がりたい。いや、際どい。どっちも残ってるな。今も数ピンも残ってる。スーピン待機2枚残ってるんですけど。ね。今も1枚。ただ満点はやっぱちょっと上がれないって思ってる可能性ありますよね。満点厳しいか。結構略してきますね、松本さんね。だから今いっぱい勝負あるね。いや、ふとし。あ、降りた。それ普通だけど。そうだ、3人に追い込まれてるわ。3万すり抜けてる。でも。あのクトシがドラさんチートイで相当無理ってことは多分かなり無理だよね、うん、ものすごく押す選手ですからね。多分かなり無理。どっち、あ、すり抜けてる。復活あるよ。ある。とりあえずパーピン、パーピンからの復活まだある。トーンいるよ。いや、これトーン引いたらトップまでありますよ。ある。バイマンまでありますからね。いや、まだ行かなきゃいけねえのかよってなってるよ。しかもだって2万4枚見えたんですよね。うん、まあ、3万もなんですけど、だから E マンがかなり安全になって、はい、降りる道がある。あとピンズのね、もうイースピンとサブロピンしか残ってなくて、で中林さんがやっぱチュンチュンだから、そう、 E マンのシャンポン出てこないですね。しかも両面リーチが結構濃厚。サブロピンめちゃくちゃ怖いですね、これ。いや、これ無理だな多分。いや、でも行くな。どうした。セミファイナルからの好調維持していけるか、秋。いや、しかも6球層通ってるからね。内川さんは全然ね、ああ、ふとし言ってたら、まあでも、まあ、リーチ言ってたかどうかわかんないけど、うん、いや、でも1枚吸収しました、秋の街。いや、どうなってんだこれ。え、これもう1枚ずつぐらいってことですか。全部1枚ずつじゃない。あ、パーマンが2枚いるか。パーマン2枚いる。パーマン2枚、トン1枚、チワ1枚。うー、スーピン通った。なぜか、すごいことになっている。いや、全員ありますよ。ふとし、トン引いたらスーピン切ってスーピンちゃうね。うわー、でかい、なのか、でかい。裏はないけれども、3000、6000で一気に来ました、内川。マキさん、ラス目だよ、これ。うっそ。3チェック、とりあえずまくった。内川、ピンチに追い込まれてから執念を見せての22100点まで戻した。おはようございます。よく復活した。よく1着になった。いや、遠かったのか、でかかった、でも、本当に。いや、本当に。あれ、マジで。中林さんももちろん引いてたし、はい、秋さんも当然ちょっとしてね、うん、メンタンピン、なんならね、リーチした時点で小山とか行って、小山とか行って、はい、山とか小山とか行って、結構前でさ、ちょっとスリムにしなきゃって思ってたんだけどさ、パンパンに構えてもうリーチとかでさ、早いもんね、イーソウーソーでチュンって出しでさ、うん、次リーチ来るかもって思った瞬間に来ちゃった。いや、それによってなんか、うまくね、重なったね、本当にそうだね。Thank you.